ココロリンクゲームズのベイ君でございます。さあ前回、途中からですね大故障目覚めし黄昏の竜が始まりました。で、ラウルさん、がペリアンさんに、そそのかされて、シャリーの船をおとりに使ってはどうかと、言われて、おとりになってくれんかみたいな話をしたけど、ちょっとそれは考えさせてくださいという感じになっております。そして、ライフタスクが1何だっけ、それはな、町の有力者の意見と取締役の意見を聞こうということなので、ラウルとペリアンの話を聞きに見ましょう。まず、組合1個、ラウルの話を聞きに行きます。では、今回もよろしくお願いします。サンドドラゴン、ソウルかい。討伐作戦についてですか。はいはい。サンドドラゴンは間違いなく活性化してる。お前もいた。このままじゃみんなおちおち寝てもいられない。 S か空気やな。そういや前回から A にはいるけど、観測の結果サンドドラゴンの活性化は数値に出ています。対策を講じる必要はあるでしょうね。うん。でも、討伐隊ってどんな構成なんですか。とても危ないんですよね。可愛い声してます。相変わらずですか。そこであの船に搭乗願うってのは確かに会長殿の考えそうなうまい手だ。機動力、防御力ともに備えている。うん。補修資材を集めた俺が言うんだから間違いねえ。つまり私たちの船に盾となれということですね。そういうことや。ひどい話やれ。俺だってもろ手を挙げて賛成なわけじゃねえよ。もろ手。せめて船を借りるだけでも構わない。村への支援も最優先で考える。けどな、あの竜に対する住民の不安ももう限界に来てるんだ。うんうん。流通が途絶えるんじゃないかって、食い物が買い占められちまうなんてことも起こってる。うんうんうん。それが続けば貧しい奴から飢えていくのさ。そんなことになってたんですね。もっと確実な作戦があればいいんですけど。とっくに考え始めているのでエスカさんはご心配なく。頭使わんでいってエスカ。さすがソウルさんですね。まあ現場はこんな感じだ。今は全員が自分のために何が最善かを考えるしかねえのさ。たとえ答えがなくてもな。うんうんうん。まあ利害が一致すればいいんですけどねという話でございますな。そして気になるわ。これ気になるよな。どう考えてもホムラちゃんのイベントはな。ちょっとホムラちゃんのイベント行こうか。多分関係ないやろけど。関係あったわ。サンドドラゴンはこの地域の守り神だったはずだ。めっちゃ関係あって、なんかめっちゃなんかこう仙人みたいなこと言い出した。それがどうして。きっと黄昏のせいだ。黄昏のせい。黄昏の海は広がっていき、水源は枯れていってる。うん。関係ないとは思えない。まあ俺にはワクワクする冒険だけどな。強いやつが出てきたみたいなノリか、お前にはとっては。ほんで終わりかい。まあ可愛かったからよしとしようか。うん。ホムラはほんま癒しやからな、このゲームの。このゲームの癒しやからな。お、なんか報告かなんか、とりあえず報告だけしとこうか。待てよ待てよ待てよ。これがいいやろ。どう考えてもな。よし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 。んで、この辺はなんかあんまやめてた方がいいから。これとりあえずこんなもんでいこうか。オッケー。じゃあ、ペリアン紹介、こっち行きましょう。他にもちょっとイベントありますが、やはり、有力者の話を聞きます。曲一緒。サンドドラゴンと討伐の作戦について思うことを聞きたいと。なるほどな。うん。私の意見としては、このまま触れずに置くべきだ。調査書によれば、あの竜は余計な刺激さえ与えなければ元来おとなしいという。討伐などといってむやみに刺激を与えずとも、元より触れなければ良いだけの話なのだよ。だが向こう水な組合の連中はあの竜を倒そうと鼻息を荒くしておる。それならば竜を刺激したあの船にも出てもらわねばなるまい。そこに行く考えがようわからんけどな。まあジェラールさん、私たちのせいでサンドドラゴンが動き出したということですか。この際原因の所在はどこでもよい。しかし戦いに出るというならば無傷というわけにはいくまい。今回の戦いでステラードの民が傷を負ったとしたら、その怒りの矛先はどこへ向かうと思うかね。よそ者の私たちだとおっしゃりたいんですね。私はそう考えるのが妥当だと思うが、ね、嫌な話やな。なんかさっきからあの船は戦力に十分足るのだ。しかし
それが一撃も受けず後方にいればどう見えるか。逆に積極的にステラードのために共に戦うならばまたどう見えるだろうか。船の討伐隊への参加を持ちかけたのはむしろ私からの配慮と思ってもらいたい。まあ私はこの町の安定のためなら鬼と罵られようと甘んじて受け入れるがね。えらい執着するよな、この町についてな。自分の会長は町全体のことを一番に考える方です、うん、脅威があれば取り除きたいのは組合と同じ。実のところこの度のサンドドラゴンの脅威は予想外の出来事でした。原因不明の何かが確かに起きている。会長はそのようにお考えなのです、うんうん、あの船を加えた討伐隊を認めることは会長にしても苦渋の決断とお考えいただけませんか。リンカちゃん優しいよな、なんか会長に対して。自分からもよろしくお願いします。リンカちゃん誰や君前回と全然ちゃうやないか。何が起きた君に。言うてみ。いらっしゃいませ可愛いけども特に顔もなしか。 OK、 お、シャリーさんに相談しようか。これはどんどん行きたいところやな。もう一人のシャリー、あーこれ行きたいな。これ行きたいよな。さっきのイベント残ってるよね。まあいいや。ではシャリーどこにいんの。町外れがさっきなかったかな。町外れ行こうか。おー、シャリーのイベント来ましたよ。シャリーさん、うん、シャリーちゃん君らなんかもう駆け落ちしたみたいになってるけども会えたわけやな。偶然だね、こんなところで会うなんて偶然かい。本当でもなんだか大変なことになってしまいましたね。まあなあ。あ、うん、そうだね。そういえばシャリーさんのおかげで船が直ったんですよ、うん、本当にありがとうございました。ありがとう、うん、ラウルさんがこの船は戦うことができるって言ってました。だからステラードのために戦ってほしいってなんか戦場に行くね恋人を送るとみたいな感じの。シャリーちゃん感じやで。嫌なら嫌って言っていいんだよ。優しいな、シャルロッテは。どうするんですか。私はこの町を守りたいって思ってる。役に立たないかもしれないけど何かできるはずだから、うん、やっぱりこの町はシャリーさんにとってすごく大切な場所なんですよね。もちろんだよ。母さん、ミルカ、アルやユリエさん、他にもたくさん大好きな人たちがいるんだもん。うんうん、私もシャリーちゃんと一緒この町でずっと暮らしてきたんだ。拾っても拾ってもゴミがなくならないところはちょっと嫌だけどそれでも大好きな町、サンドドラゴンなんかに壊されたくない。そうですか。私いろんな人の話を聞いてみたんです。みんなそれぞれに一生懸命だった。うん、町のために、家族のために、みんな自分の大切なもののために真剣だって思ったんです。シャリーちゃん、私もシャリーさんがこの町を好きなのと同じように、私の育った村が大好きです。だからステラードの人たちがシャリーさんがこの町を好きなのもすごくよくわかります。よそ者の私にこの町の人たちがしてくれたたくさんの親切は一つだって忘れません。ありがとう、ありがとうってもっとたくさん言いたかったのに全然私言えてない。だから決意したんです、うん、決意。私をあなたたちと一緒に戦わせてください。お願いします。シャリーちゃん、ラウルさんたちは多分シャリーちゃんたちを盾にしようとしてるだから分かってます。え、それでも私はルギオ村の代表としてこの町のために戦いたい。私もこの町が好きなんです。後悔しない。
ええやん。シャリーちゃんええやん。どうした？やれやれ。これはまた随分と大人数でいらしたな。うん、確かに。ごめんなさい、コルテス兄様、テオジー。でもみんなとお話をして決めたの。うん。本当にすみません。シャリーちゃんとこの船を貸してください。シャルロってはなんか明るくていいね。シャリー、あなた。シャルのお人よしに流されてるわけじゃないのね。シャルって言ってるやんな。じゃあもうシャルでいいやん。やっぱシャルロってのあだ名は。いい、私も自分にできることがしたいだけなんです。ならいいわ、私も協力するから。おー、マジで？見るかには傷一つ負わせない。姉さん、ちょっとお前ら、かがり火をあげろ。ワクワクする冒険の始まりだ。話みんなおかしい。こんな時でもいつもと変わんないね。すごい戦いになりそうなのに、うん、とは言ってもソウルとエスカだっているわけでしょ。だったら勝算はあるのよ、多分。それはそうかもしれませんね。でしょ、思ったより実力者が揃ったみたいだし、あとは気合でなんとかなるんじゃない。なるんちゃうか。お前が決めたなら俺はもう何も言わない。うん、あとは全力でお前を守るだけだ。ええやん、ホルテスもええやんか。うん、それにこの船はそう簡単には沈みやせん。サンドドラゴンごとき跳ねのけてやるわ。うん。おじいさん頼もしいね。おじいさん言われてますね。シャル、あなたも笑ってばかりはいられない。そうよ、修行の成果を見せる時がやっと来たんだから。これなんかマジで最後の戦いみたいになってるけど大丈夫か。分かってますよ。なあ、任せてくださいって。五章やで今。心配。五章か。でもねえシャリーさん、ドラクエ4で言ったら五章ラストやわな。この戦いに勝てたら、ね、私たちステラードに受け入れてもらえるかな。うん、当たり前でしょ。シャリーちゃんはもう私たちの仲間なんだから。うん、そして恋人でもあるね、シャルロって個人の。ありがとうな。よし、それじゃあ行くか。オッケー。はいはい。ええやん、かわいいなこの二人。おあ姉妹。いや姉妹じゃない、どっちもシャリーだ。付き合ったら顔似てくるみたいな感じか、性格とかね。もう全部。おお、今ナウローディングが。シャルロッテ、ウィルベル、ミルカが仲間になりました。一気に3人も。拡張アシストのチュートリアを確認します。はい、オッケーオッケー。はいはいはい、攻撃が増え、アシストの幅が広がりました。バースト中に限り連続でアシストアタックができるようになりました。なるほど、バースト中だけですか。アシストは連続で行うほど攻撃力が上がり、3人目の攻撃はバリアブルストライクという特殊な攻撃になります。めっちゃ可愛いな、この真ん中のウィーベルのカットイン。やばい。またアシストゲージはキャラクターごとに個別です。ゲージの量に注目してアシストを使うようにしてください。OK。楽しいやんけ、このシステムもね。カットインが入るっていうのがいいんじゃないですか。ちょっと会話していい？ほいほい。やってるぞ。おー、ええー、なー。そして討伐作戦に参加するために在京組合本部に行くというのがあれですか。あ、やばい、イベントないやん。やらかしたかこれ。うわー、話聞けたんやな、多分ミルカちゃんとかの。ナウローディング、ナウローディングはね、2人。悔しいな。これは申し訳ないな。ねえ、申し訳ない。どうしようどうしようどうしよう。ロードして見に行く？ロードして見に行こうか。そっちの方がいいですよね。なんかすごいいいイベントやったんで、じゃあちょっとセーブして、で、まあ、一応見に行くという流れで行くか。どっちセーブしたらいい？じゃあ、こっちセーブしたらいいか。8日、うん、そうやな、こっちやな。じゃあ一応ここで、まあ終わらして、で、見てないイベントを見てまた戻ってきます。そういう感じでいきますので、ちょっとお待ち。はい、つうわけでロードして戻ってきました。じゃあ、こちら本部と、ペリアンに行ったら話進んじゃうんで、ハンターたまり場とミルカのアトリエのイベントだけちょっと見ましょうか。これは見なあかんの絶対にね。はいはいはい。サンドドラゴンについて、うんうん、やっぱそうやったな。よかったよかった。私はもちろん討伐隊に参加する。最近あの竜は様子がおかしい、うん、やっぱり私たちの船が刺激を与えてしまったんでしょうか。わからない。
でもこの町は守りたい。ミルカが幸せに生きていて、この町だけは。いやー、いいわー。やりーちゃん。相当好きやな。じゃあ、あとミルカのイベントを見ておきましょう。ミルカちゃん、お姉ちゃんは言ってますよ。サンドドラゴンのこと、うん、錬金術を使えば確かに強い武器や防具はできる。でもそれが決定打になるとは思えない、うんうん、姉さんもラウルさんも無謀。探検家のスリルでこんなことを決めるべきじゃない。ミルカさんは冷静なんですね、うん、私にできることはたかが知れてる。中央で学んだことなんか何の役にも立たない。やっぱなんかいろいろあったっぽいね。だからどこか他人事なのかもしれない、うんうん、これも解決してあげたいな。ステラードは今一つにまとまろうとしてる、うんうん、だからそれには私も協力したいと思うの。あのジェラールさんだって武器と防具を買いに来たくらいだからあのジェラールさんがな。ペリアンさんが。ミルカさんはステラードを本当に思ってるんですね。うん。え、ミルカさん、ユリエのことをもっと思ってほしいな、ミルカちゃん。ねえ、ちゃう？違ったか？違ったか。うん。とりあえずこういう感じのイベントが見てなかったので見ておきましたよ。さあ、あと一人気になるのがいるから、どう？カトラちゃんと、この美女カトラ。お待たせしてた。うん。特に何もなしでございましたよ。OK。じゃあ、イベントこれで全部見たので、続きに進めます。で、多分今回はこれで終わりだと思うので、次回、話を進めますので、ご期待ください。それではまた、ありがとうございました。OK。では、これなら、シャリステラの必殺技、見れる状態なんで見てみましょう。で、これでとどめを刺せるので、多分演出が変わります。